くださいましたか。新聞見て、てってれん、みー、私、ゆなくん、いっぱい買ってきました。新聞。4部。ゆうちゃんって書いてる。皆さん見てくれたみたいでありがとうございます。そして今日ね、あの家にグッズも届いたんですよ。みーのグッズ。ゆうな、ゆうな、プレプレ、ゆうな。そしてボイスもキーホルダーとこれも届きました。ふふふふ、やっぱみんな今日同じタイミングに届いたのね。皆さんこんばんは。ゆうな、ゆうな。皆さんこんばんは。今日はちょっとね、あのハーフチンで子供っぽいからお友達を連れてきました。ぷっぽっぽー、スクショタイム。パー、プー、ピー、ポー。名前はパーコとピーコ。変な笑い方。ゆななチキンさん、ありがとうございます。血は合ってる、笑ってる。パーコとピーコです。パーコとピーコ。こんばんは。かわいい、ありがとうございます。ママまだ笑ってる。パーコとピーコでちょっと。ゆうな、ゆうな、みなさん、ゆなしか、ゆななんしか勝たん。真剣に名前考えて。じゃあこの子はブルーやからブーコ、この子はピンクやからピーコ、ブーコとピーコです。わんわんわん、わん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 。あ、この子もともとピークやったっけ。乗った。あー、落ちちゃった。かわいそうなピーコくん。うちわの顔と変わったよね。このうちわの時のさ、あのめっちゃ最初に撮って、これお披露目前のいっちゃん最初の時で、普段全然前髪巻かへんねんけど、パッツァのが似合うんですけど、この時三角形の
そろそろ自己紹介しよう。本当だ、自己紹介してない。いきます。ユナってなんなん、ユナなんの、みんなの夢の中にもユナな。ありがとうございます。高校3年生18歳のユナなんこと早川ゆなです。よろしくお願いします。イエーイ。ちょっと序盤はユナパーコとブーコで遊びすぎたのでごめんなさい。ちゃんと後半はコメントを読んでいきたいと思います。ユナなー、みんな言ってくる。痩せたんかな、可愛さ増し増し。今日夏に比べたらちょっとまた太っちゃって、やばい、顔の肉が。カタルシの2回転かっこいい、さすがバレリーナ、やったー。前髪違うだけで変わるもんね。そう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 、結構髪型で顔変わる人間やからさ、髪型は重要なんだ。今日美人よくない、いつもいいけど、え、よくお分かりでとか言って、今日なんか顔が調子がいい、調子が良い良い良い。カタルシスのターン見て体幹しっかりしてるなと思って嬉しいです。ありがとうございます。指は大丈夫です、まだちょっと痛いですが、だいぶやっぱ治り早いなって感じです。アイペ勉強するんだって、ユナも勉強しないとやばいです。明日からテストなので。けど明日の教科はもう楽勝だなと感じています。テスト頑張ってね、優しい、ありがとうございます。けどまあショールーム中は皆さん一緒にテストの話は秘密で、テストの話はテストのことは一旦忘れましょう現実逃避をします。まあね、勉強のしすぎや詰め込みは良くないですよ本当に。なんかテスト勉強するからってショールームの配信をやめるってやっぱ違いますよね。うんうん。パパ、昨日夜みゆちゃんのとこ来てたね。行った。けどみゆの、みゆ人気すぎてさ、コメントがめっちゃ流れるの早くて、いっぱいコメントしたのに。メリハリ大事、ほんとそれ。今日やってくれてほんまに嬉しい。ほんとにもうなんかもうやらないと、やらないと自慢心ができるぐらいショールーム大好き人間っていうか、ピオラー大好き人間なので。かわいいよ、ありがとう。テスト期間中ちゃんと勉強した方が、まあ確かにそうなんですけど、その代わり授業中とかめっちゃ真面目にしているので、そのテスト前になって急に飽きさせるというのはないです。あとそう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 、1学期の時めっちゃ成績良かったから、2学期ちょっと悪くて思ったからちょっとのんきなこと言ってるんですけど、ひななんか頑張ってるから私も頑張ろうってなってるよ、嬉しい。赤点取らんかったら大丈夫や、赤点はさすがに取らないので大丈夫でしょ。グッドグッド。ユナの成績学校ではいい方です。
好きですか？馬年なので好きです。赤点を取ったことないです。50点以下はないかな。パッパッ。通知表、1学期の時の通知表は75以下が2つだけあった。それ以外は全部75以上やった。75以下が古典と、古典が74点やってん。で体育が、体育テストなかったのに69やってん。わあ、行っちゃった。何の話やねんって感じなんですけど、200点点満点で100点満点中です。古典74でした。それ以外は全部75以上でした。古典と体育以外。なんか言っても信じてもらえなさそう。ピーピーピー。なんか見た目めっちゃさ勉強できなさそうに思われちゃうから、あれユナって意外と真面目やねんなってよく友達に言われるんですよ。真面目ですよ。体育ってペーパーテスト？ノー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 。体育なんかテストじゃなくてもう授業態度みたいな感じやから、もうなんかみんな同じぐらいの点数と思う体育は。喋り方でかな。かのーかのち。日本史だけ90点キープして、すっごー。体力テストはあのめっちゃいいのはいい、悪いのは悪いみたいな感じ。めっちゃあのなんか全然きれくなかったグラフみたいなんが。こちらこそ癒しをありがとうございます。ゆなの好きが止まらない、嬉しい。勉強できなくても常識的なこと分かってたら大丈夫。あとなんか一番はなんかマナーとかそういうね、確かに常識が一番知ることが大事ですよね。シャトルランめっちゃしんどかった記憶。シャトルランってほんまなんか自分の気持ちやんな。結構なんかしんどいってめっちゃ思ってさ、そこでさ諦めちゃうか諦めへん。なんかでも負けず嫌いやからさ、めっちゃ頑張って運動部に、運動部の方と混じってめっちゃ必死にやってた。日刊スポーツさんに可愛いユナナ乗ってて感激、嬉しい、ありがとうございます。英語は赤点しか取れませんでした。英語な、英語ってやっぱ難しいよな。ユナも英語好きなんやけど難しい。ユナちゃん、やっほー。日本史はセンター試験の時94点でした。すごっ。え、94点、すごっ、すごい。英語な、英語いいのも好きやけど苦手です。スポーツはやっぱバレエ、バレエとか踊るバレエ。好きなのはバスケットボールとか好きです。学年10以下は一度もないよ。そうなんですか。ユナなんて進学するの？え、それって言ってもいいんかな。なんかまだちょっとわからないのでまた確認して言っていいのなら言います。
リナナは部活動は何かしてたの？ずっとバレエとかの日々やったんで、運動部は絶対入れないなと思ってたので、華道作法部でした。中学校の時華道作法部、なんか月に1回フラワーアレンジメントとか生け花がありました。なんかけどな、全然真面目な子らへんかった。なんかユナの仲いい子も入ってたから、ユナ月1ぐらいしか行ってなかった幽霊部員みたいな。その角、その月1のフロアアレンジメントとか生け花の時しか行ってない。早く SNS してほしい。めっちゃしたい。インスタとかめっちゃしたいです。ストーリーとかあげたい。高校は帰宅部でした。一緒です、帰宅部。こんばんは。七期生でゆなちゃんを押す。七期生はゆなちゃんを押すね。嬉しい、ありがとうございます。ハート。いつ解禁なんですかね。全然わかんない感じです。お披露目から1年経ったらツイッターできる。あと、あと9ヶ月後ですまだまだピエンピエン。 NLB にこんな可愛い子いたとか聞いてる。 NLB めっちゃ可愛い子だらけですよゆなって言います。はじめまして、早川ゆなです。初です、やっほー。早川ゆなと言います。ゆうななん、ゆうななんめっちゃ自分大好きな子みたい。今日はハーフチンテールにしました。どうですか。一番好きな髪型です、個人的に。噛めば噛むほど味が出るユナナ。確かに噛めユナ滑舌が悪いのでね。ユナナユナナ。いや、なんかさ、別にさ大声でさ話してもいないね。なんかちょっと小声になっちゃう今日僕の好きな最強ついて似合いすぎて休止する。ハーフチーム似合ってる、かわいい。やったー、嬉しい。ぴょんぴょこ太郎かわいすぎてドキドキして胸筋がハート型になりそう。胸筋がハート型見てみたい。ゆななんこんばんは、こんばんは。ハートがたウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。こんにちは、ピーコです。こんにちは、ブーコです。あ、ミラーボールやったー。くる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 。時代はユナナ、優しい。みんな「ユニコーン」、そう「ユニコーン」です。あ、なんかパンダ。私のマイペット。昔白天で朝になりました。こんにちは。今日初めて見てくれたんですね、嬉しいです。
聞いてください。今日は学校で学校の英会話でまたプレゼンテーションをしたんですけど、それの表彰でこのカバンをもらいました。ワンワン、またユナナラブレターに載せたいと思います。犬とか飼ってないの？ハムちゃんズを飼っています。持ってこようかな、ハムちゃんズ。コジリンさんがユナナンはユイナさんに似てるって言って、嬉しい。コジリンさん、コジリンさん大好き。学校もハーフチーム、学校は下ろしていけました。このハーフチームは、今日の配信何しよっかなと思って考えてて、まずは服を決めて、それからこの服にはハーフチーンだなと思ってハーフチーンにしました。主権です、主権さん、はじめまして。ゆななのモブもやって入れてありがとうございます。服はこんなワンピースです。ゆななハムスターみたい。ワン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 ハムスターだよ。ゆななの配信初めて見ます、はじめまして。早川ゆなです。めっちゃおなか鳴っちゃった。皆さんまさか聞こえてないですよね、ゆなの今のおなかの音は。おなかすいてるわけじゃないですよ。おなかすいてないのになんか鳴っちゃった。しかも結構大きい音、恥ずかしい。2日連続でおなか鳴ってしまった、恥ずかしい。服の色圧倒的にピンクが、最近は黒と白もちょっと多めにしてます。ちょっと大人ユナナを出していこうかなと。やっぱ聞こえちゃった、恥ずかしいな。泣き泣き、お腹がワンワン、めっちゃ食いしん坊みたいな感じになっちゃった。ハムちゃん、マミハムちゃん連れてきて、マミにハムちゃんを紹介。エンドロールの白ね、やったー。今ものエンドロールの石大好き。個人的に結構長いズボンの白色が好きなんですよ。白色のアディダスのズボン履いてるぐらいなんですけど、だからエンドロールの衣装で4つパターンがあるんですけど、その春菜さんの衣装を着させてもらってるんですけど、それが一番好きで、それをめっちゃ嬉しい。ハムちゃんちょっと怖いねんな、噛みそうやから。けどな、全然な触ってないから多分ユナに懐いてないと思う。そう、お姉ちゃんが飼ってるハムちゃんやから、多分今こうやって見せても多分ユナに懐いてないんちゃうか。怖いハムちゃん、こんなハムちゃん、かわいいハムちゃん。ハムちゃんズ、ハム君、小次郎って名前です。食べてる、かわいい。バリバリ食べてる。
初めて来ました。ゆのさん、カフェありがとうございます。見える？はい、ありがとうございます。めっちゃ可愛いハマちゃん。このハムちゃん一番ねママに懐いているので、可愛かったですね、ハムちゃん。飼い主に似てるって言うけどよく食べるな。確かにめっちゃハムちゃん食いしん坊くんです。仕事終わったお疲れ様です。ゆなには懐いてるのかな、けど多分嫌われてはないはずです。前髪が調子悪いで、ピッピッピ邪魔すんで。ゆなちゃんが一番可愛いけど、やったー、ありがとうございます。なんでそんなに可愛い、嬉しいです、ありがとうございます。毎回気になる、そのブラシ可愛いから気になる。これなんかママのやこと、どこのなんやろ。ちょっと今から聞きます。ちょっと待ってください。コジリンさんがユナのこと、どういうことですか、どういうことですか。これってどこのブラシなのみ、書いてくれるそうです。ピーチジョンで買ったかな、ハートです。ハートちゃうわ、ハテナ。待って、アンジュとアイピと同級生になる、はい、なります。そう、なんかこれなんか頭皮が上がるブラシだそうです。明日よろしくね、7期生を。あ、そう、やったー、出れる出れる、嬉しい。きっとピーコとブーコくんも喜んでくれてます。やったと、やった、僕ピンコだよ、僕ブーコ、ブーコブーコ、三人トリオ、はあ、会いたい、私も会いたいです、会いたいですね。うん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 、ふわりんちゃん一番手、明日見よう、楽しみですね。皆さん、ゆななのグッズ買う、やったやったやった、ゆななの口癖ってある、なんやろな、なんやろ口癖、ポッポッポは口癖かもしれへん。そう、あ、ほんまや、ありがとうございます、ございますって言っちゃってるらしい。いろんな欲しいなって、嬉しい、ありがとうございます。なんか滑舌をよく、なんか口癖として言われることが多いです。髪型かわいい、やったやった、今日はハンツインテールで、あ、スクショタイムしてない、ちょっと待ってね、ちょっと前髪整えて
できた。どんな時にポッポッポーって言うの？え、めっちゃ気分上がった時に、た時にポッポッポーって言って、そう、気分上がったらあのクリスマスソング歌う、走れソーリーよって歌ってる。はい、スクショタイム。ユニコーン、イエーイ。そう、ポッポッポーのポーズがあって、ポッポッポーって言います。覚えてください、皆さん、ポッポッポーポーズ。そういえば配信10時になったら勝手に、そうなんですか。じゃあ越してしまった、越してしまったっていう心配はないっていうことですね。はじめまして、かわいい、ありがとうございます、嬉しいです。高校3年生18歳、早川ゆなと申します。ゆななんこと早川ゆなです。よかったら覚えてください。チュチュチュ、私もこれからやります。え、言ったよ、言ったよ、やりますって言っちゃったよ。充電の時の音にしたいから何か言ってほしい。え、何がいいやろな。充電中です、ポッポッポー。え、ごめんなさい、なんかごめんなさい。フォローしまして嬉しいです、ありがとうございます。ゆななに認知されるように応援するね、ありがとうございます。ブログのコメントとか、あのゆななラブレター、かっこモバメとかに返信してくださったら認知しやすいので、ぜひしてね。コハタン、コハタン来てくれてるんですか。コハくん、コハくん、コハくん、フォローしました、ありがとうございます。目指せ認知、認知、認知。いやな、あと2人でフォロワー2500人だよ。皆さんフォローお願いします。認知ありがとうございます。なんかさ、ゆながさ癖強いからさ、ピオラのみんなも癖強いと思われちゃうな、ごめんなさい。まあ、お互い癖強いもん同士で、ポッポッポー。そのユニコーン、ユナくんとコハくんにしよう。もうカップルやん、コハくんっていうのもカップルやん。コハくん、コハくんとユナ仲いいんです。コハユナ、パク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 タイって言います、二人のこと。プレゼントユニコーン渡すの、え、やったー、ユニコーン嬉しい。こんばん、ホラシをしてありがとうございます。ユナくん笑えるわ、なんか面白いって言われるの嬉しいので、嬉しいです、嬉しいです、ありがとうございます。学校にユナのみたいな先輩欲しい、ほんまですか、嬉しい。けど、あの年下の子も大好きやから、年上の人ももちろん好きなんですけど、あの妹本当に欲しかったなってめっちゃ思うので。あ、かわいい、ありがとうございます。こういうの配信してほしいな、したいです、また楽しみにしています。ユナのコメント、ピロピロさん似てる、カリンさん似てますか、嬉しい、ピロピロ、カリンさんめっちゃ優しくて大好きです、カリンさん。なあ、妹欲しいよね、今2人兄弟、2人姉妹なんで、めっちゃ妹が欲しかった。なんかフルハウスっていう番組があって、あの3姉妹なんですけど、その間の子ステファニーって
いう女の子がいて、めっちゃその間の子に憧れてて、なんで三姉妹が良かったんです。知ってますか皆さん、フルハウス。岩手から応援してるで、よろしくよろしく、ありがとうございます。フルハウス大好き、めっちゃ DVD 持ってる。そう、ミシェル、やっぱみんなフルハウス知ってるんですね、嬉しい。そう、ネットフリックスでも今も、あ、そうなんですか。ユナの場合なんか DVD 持ってるから、海外のドラマ。そうです、そう、ママが結構そういうマニア系なんで DVD 全部集めたりしてたから。フルハウス知らん、見てみてください。間のもう三姉妹みんな可愛いんですけど、そのうちのステファニーっていう真ん中の子がめっちゃ面白くて、そんな子になりたいなっていう憧れがあって、ユナは。はい、フルハウスです。23歳でユナの好きですけど大丈夫、もちろん大歓迎です。お姉ちゃん、お姉ちゃん、フォロワーさん2500人超えた、バチバチありがとうございます。ありがとうございます、ありがとう。ブーコよりピーコより、もんだけどヤホーマル間に合った、間に合いました、ありがとうございます。一家に一台7、うるさいけど勘弁してください。勘弁、うるさいけどご了承ください。2500件になった、おめでとう、ありがとうございます。ユナナンよりとかよりかなり取り調べられる、全然大丈夫です、もう大歓迎です、大歓迎、ありがとうございます。自分26なんでだいぶお兄ちゃんですね、もうお兄ちゃん、お兄ちゃんですね。私高一だから、妹、妹もうなんかピオラなんかファミリーになってるなみんな年齢言っていてピオラもファミリーですね。もうすぐ21やねん。おめでとうございます、ゆなって、おめでとう。自分のりなちゃんの倍くらいは生きてるよ。大先輩ですね、人生のいろいろ教えてください。13なんで妹になっていいですか、もちろんです。家電アイドルか、家電アイドルです。私ママなんで年近いです。ほんまですか、みんなおいしい、皆さん大歓迎です。ピオラーさんはもう全員ピオラさんファミリーみたい、大好き。嫌ってやっても押します、ごめんね、嬉しい、大好き、ちっちゃちゃ、還元されてなくても押します、嬉しい、ちっちゃちゃ。私さんぐらいかな、そうなんですかね。ユナのお父さん結構年いってたと思う、51ぐらいかな。もう大歓迎ですよ、全力で押します、嬉しい。ユナのファンの方のことをピューラーと呼んでいるので、皆さんピューラーになってください。やばい、もうこんな時間だ、ユナの頑張り、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。優しい、すこすこ、生大好き。
じゃあ最後にランキングを読めまして、スクショタイムをしたいと思います。ピュアラってファンの名称ですから、ファンの名称です。よかったらアットピュアラってやってくれたら嬉しいです。これからユナナの妹ってなんて嬉しい、可愛すぎる、ありがとうございます。じゃあ最後にランキング読めますね。13位ヨシケくん、12位水野のおっちゃん、11位コシヒカリさん、10位イツキくん、9位カズサさん、8位タカヒロくん、6位あごめんなさい7位ルンルン、ありがとう。6位飼い猫しぐれさん、ありがとう。アットピュアラもありがとう。で5位がユキくん、アットピュアラもありがとう。でよいサトシくん、ありがとう。で3位がユウナテン、ありがとうユウナテン。で2位がコロワンさん、ありがとう。そして流行る1位はドゥルルルルティン、ランチさん、ありがとうございました。本当に幸せな時間をありがとうございました。皆さんのおかげで今日はもう夜中まで勉強頑張れそうです。ありがとうございます。ビオラファミリーってなんかいいですね。ありがとうございます。では最後スクショタイムをしたいと思います。にガオ、みんな大好きガオポーズが、うん、ありがとうございます。では皆さん今日のブログも楽しみにしててくださいね。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。今回の配信少しでも良かったなって思ってくださった方は、よかったらフォローしてくださったら嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあ10秒前、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ありがとうございました。まとまってます。10って書いてる、10、ありがとう、バイバーイ、またねー。